金田昌司は日本の経済地理学者、中央大学名誉教授。専門は産業立地論を中心とした経済地理学であるが、第三セクター研究や大学教育へのインターンシップの導入に関わる活動でも知られている。1960年、中央大学大学院経済学研究科博士、家庭在学中に、 経済学部助手に採用され、1963年に博士家庭単位取得満期退学した後、1964年に専任講師、1966年に助教授、1972年に教授へと承認した。1971年には経済立地と土地利用により、中央大学から経済学博士を取得した。中央大学では、 大学院経済学研究会委員長、図書館長、評議員などを歴任し、中央大学生活協同組合の理事長も務めた。第三セクター研究学会会長、日本インターンシップ学会副会長を務めたほか、七部市、所沢市、八王子市などの各種委員も務めた。2005年に中央大学を定年退職して名誉教授となり、 同年から2008年までは山梨学院大学大学院特任教授であった。2013年追放中受賞を受賞した。ありがとうございます。